例えば一人一台人工衛星を持っているような世界を作ることができれば、クリエイティブな発想をいろんな人ができることになるんじゃないかなと思うんですよね。宇宙ってやっぱりそれだけだと何もできない当然場所なので、宇宙を使って何ができるか。航空宇宙工学専攻の中須賀船瀬研究室で博士課程学生と、株式会社アークエッジスペースで CTO をしています松下周平と申します。学生でも作れるようなぐらいのサイズの人工衛星を開発していて、それがキューブサットって言われるような、一つのキューブですね、 10×10×10cm のキューブを一つの単位としたサイズの人工衛星を手掛けているっていうような研究室です。実際にもう宇宙に打ち上がる人工衛星を作っている研究室っていうのは東大の中でも、航空宇宙の中でも中須賀船瀬研究室だけですね。これが世界で初めて打ち上がったキューブサットっていうものになっていて、中須賀船瀬研の今の活動の一番こう原点になっているのかなと。これ実は軌道上でまだ動いてて18年弱立ってるんですけど、ここが今開発している人工衛星を作っている部屋になってまして、これがクリーンルームですね。ここでは 10×20×30cm の人工衛星を開発していて、これがその、一番上に乗るパネルですね、はい、いろんな基板ここに刺さっていくんですけど、これが通信機ですね、はい、衛星と、地上のアンテナが、うん、通信できるようにするための通信機、いわゆる電波をこう作る場所ですね。全世界の人々が宇宙に対してちゃんと興味だったりとか関心を持ってもらうっていうところがすごく大事なんじゃないかなと思ってます。例えばスマホ持ってたら GPS 機能を使って宇宙の技術に触れてるんですよね。ですけどそれって宇宙だと全然感じずに使ってるじゃないですか。そこはなんか、ある意味もったいないじゃもったいないところなのかなと思っていて、もう本当にいわゆる一般的な人たち、例えば東京の女子高生でもいいですし、例えば宮城の漁師でもいいですし、何でもいいんですけどあれなんか宇宙って実はこういうことできるんじゃないみたいなことを考え始められるようになると、そういう世界ってもう全世界の人々が宇宙にフィジカルに行く世界の一歩手前だと思うんですよね。今もう一人一台スマホ持ってるような時代だと思うんですけど、例えば一人一台人工衛星持ってるような世界を作ることができれば、その一人一台の人工衛星で、人工衛星でやれることも何でもできますみたいな世界がもし作れるんであれば、じゃあちょっと自分のマイ衛星使ってなんかどういうことやろうかみたいなことを、本当にクリエイティブな発想をいろんな人ができることになるんじゃないかなと思うんですよね。なんでそういう意味で今やってるようなできるだけ効率的に人工衛星というものを作っていこうっていうような、アークエッジスペースでやってるようなこと、中須賀船瀬研究室でやってるようなことっていうのはつながっていくんじゃないかなと思ってます。うちの小学校の修学旅行がやっぱり広島の平和記念公園だったりとかを巡る修学旅行だったんですけど、原爆の被害を受けた人たちの模型みたいなのがあって、それの景色が未だに忘れられないんですけど、自分が宇宙の仕事を宇宙飛行士になったことによって何か世界平和につながるようなことができると、なんか自分としては納得いくんじゃないかなっていうのを思って、6年生の卒業文集を書いて、将来の夢を書いてもいいですよって言われた時に、例えば宇宙飛行士になって宇宙の視点をもとに何かこう世界平和につながれるような活動できたらいいんじゃないかみたいなことを、ぼんやりと思ってたのかなとは思います。月とか火星とかに人が行けるようになると、月の砂を踏む感覚みたいなのってやっぱり経験しないと絶対分かんないものなのかなと思ってます。火星って風吹くんですよ。その風ってなんかどういうもんなのかなみたいなのってやっぱり感じてみたいですし、でそれを感じることによって、例えばですけどやっぱり火星ってめちゃくちゃ住みづらいとこやなと思って、ここを開拓するのも大事なんだけど、やっぱりちょっと地球ってすごい星やったんやなって、俺らにとって過ごしやすいとこやったんやなって、
なんか異常気象とかでどんどん住めへんところが増えていくのはやっぱりもったいないよなっていう気持ちにちょっとでもなってくれるんであれば、環境問題だったりとか、なんか世界平和につながるような活動にちょっとでもこう気が向くんじゃないかなっていうのがあって、全世界の人々をまあ身体的にもう本当にその人の体が宇宙に行ってもらう、で宇宙に行って地球を見てもらうっていうことが、まあ僕の今の野望かなと思います。